アレッサンドラルディーニアレッサンドラルディーニはイタリアの貴族カトリック教会カルメル会の修道女アレッサンドラはシチリア貴族の娘としてナポリで生まれた。彼女が生まれる直前、母親が戦場で三家好き、急遽ナポリに上陸した。父親は当時の状況を振り返り、娘は海のような不安定を持っていると述べた。事実、 父親の言葉は的中することになる。アレッサンドラはシチリア社交界に育ち、高身長の淡麗な女性に成長し、ヨーロッパ各地の社交界と交流した。彼女はベローナの貴族、カルロッティ公爵と結婚、二人の息子を設けたが、夫は死去し、ローマに移り住んだ。ローマの社交界で活躍し詩人のガブリエーレ、ダヌンツヨと出会い恋することになる。4年間、 ダヌンツィオと生活し、モルヒネを用いて中毒症を起こした。やがて彼と別れ堕落した生活を断った。ルディーニは、ルルドに旅行講師神秘体験を得た。彼女はダヌンツィオから復縁を望まれたが断り、1911年、フランスのパレルモニアルのカルメル会修道院に入った。イエスのマリアとして、誓願を立てたルディーニは、修練長を経て、修道院長として、 バレンシエンヌ、ルポソワール、パリのモンマルトルに修道院を創立した。ルディーニは賢明な統治者としてフランスで有名になり、1931年自身が創立したルポソワールの修道院で起点した。ありがとうございます。